黄金の腕は1955年制作、公開、オットー・プレミンジャー監督によるアメリカ映画である。本作は1950年に第1回全米図書賞を受賞したネルソン・オルグレンの小説、黄金の腕を原作に、ウォルター・ニューマン、ルイス・メルツァー、そしてノンクレジットであるが、ベンヘクトが共同執筆した脚本により制作された。 制作は、オットー・プレミンジャーが主催する、オットー・プレミンジャー・フィルムズで、1955年9月26日に、クランクイン、同年11月にクランクアップ、同年12月14日までには完成し、ユナイテッド・アーティストが同日プレミア上映を行った。当初、映画化権を取得したのは、ジョン・ガーフィールドであったが、麻薬をテーマとする本作は、 犯罪映画を規制する当時のヘイズコードにより映画化は困難であった。1952年5月21日にガーフィールドが死去、プレミンジャーが実現にこぎつけた。作曲家のショーティ・ロジャーズとジャズドラマーのシェリーマンがフランク・シナトラ演じるフランキー・マシーンのオーディションシーンに本人役で出演している。本作は第28回アカデミー賞において アカデミー主演団優勝にシナトラ、アカデミー作曲賞にエルマー・バーンスタイン、アカデミー美術賞にジョセフ・シー・ライトとダレル・シルベラが、いずれもノミネートされたが、いずれも受賞は逃した。日本では、アメリカでの公開の半年後、1956年5月29日に、小畜外画部の配給で公開された。1998年にハピネット・ピクチャーズから、 DVD が発売されて以降2000年代に入ってからパブリックドメイン DVD として発売されている2004年にはカバヤ食品が発売した食願水野春のシネマ館の10作のうちの1作としてリリースされた2003年8月9日ロカルノ国際映画祭で上映された日本語を吹き替え初回放送1973年10月29日 月曜ロードショー。ありがとうございます。